おはようございます。おはようございます、ピュアフィッシングジャパンの立原です。ピュアフィッシングジャパンの年子池です。いやー、東北の県まで来ましたけども、遠かったね。遠かったですね。5時間6時間ようやく川にたどり着きました。はい。都市はどうなの？普段バスやってるけど、渓流の方は。そうですね、やってみたいとは思いつつも、うん、なかなかこう、うん、一緒に行って教えてくれる先輩だったりとかに出会えなくて、うん、なかなかちょっとやりたいという気持ちはありつつも、うん、できてなかった。なるほどね、はい。うん、憧れはありました、ね、なるほど、はい。今日あのいい渓流なんで、はい、いい勉強になるのかなと思うんで、はい、今日はベイトタックル使って、まあ、普段バスアングラーだと、ね、ベイトタックル使い慣れてるだろうし、そうですね、スピニングよりも普段バスやる時もベイトばっかり僕も使うタイプなので、なので、まあ、今日はベイトフィネスで、攻めたいと思うんですけども、うん、普段スピニングリールで使うのが、まあ、トラウト一般的だと思うんだけども、うん、結構スピニングってね、ピンポイントに入れるの嫌って難しいんだよね。難しいですね、うん、だからスラックなしでピシッて入れやすいのはベイトの方だと思うんで、うん、今日はベイトで頑張りたいと思います。よいしょ。さあ、イワナです。イワナ。やったー、イワナゲット。じゃあ、今から渓流入りますけども、はい、まあ、その前に車を止めるスペースなんですけども、はい、まあ、あの林道って狭いので、狭いとこ多いですね、うん、すれ違いができないといけないので、うん、まあ、余裕があるスペースを見つけて、うん、そこに止めるようにしてください。場合によってはね、すれ違いのポイントだったりするところもあるので、そこに止めちゃうと車がね、すれ違いができないんで、まあ、そこを避けて、まあ、スペースにある程度余裕があるところに止めてください。 それがマナーになります、うん、地元の方に迷惑かからないようにですね、はい、うん、それじゃあ入りましょうか。はい、行きましょう、はい。あと渓流ではね、はい、必ず入漁券が必要になるんで、そうですよね、うん、はい、管轄の漁協の入漁券を必ず購入して、はい、入るようにしてください、うんうん、最近はあの釣り具屋さんとか、あとコンビニでも売ってるんで、そうね、なんか上りが出てたりしますよね、うん、そう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 、どこでも買えるようになったんで、うん、便利になりましたんで、必ず入漁券を買って川に入るようにしてください。はい、はい、あ、先行者いますね。あ、いらっしゃいますね、うん、まあ、渓流の場合先行者がいたら、はい、その上に入る、上流に入るというのはちょっとマナー違反なので、まあ、できれば川筋を変えるとか支流に入るとか、はい、避けたりとか、うんうん、まあ、そういうのが難しければ、まあ、思い切って1キロぐらい下流から入り直して、うん、で、まあ、先行者のプレッシャーがある程度消えてからまた釣る方がいいかなと思いますので、まあ、先行者のとにかく上流に入るというのはマナー違反なので、はい、それは避けた方がいいかなと思います。わかりました、はい。最初のポイントなんですけども、はい、到着しました、うん、このポイント向こう側、反対側はちょっとえぐれて深くなってるでしょ、うん、カーブしてて、うん、向こう側が深くなってます ね、まあ、向こう側の方が魚いる確率高いんだけども、はい、ただ手前の浅いところ、うんうんうん、ここも意外と魚が特に朝なんかは出てる可能性があるんで、はい、むやみに近づくと魚が驚いて走っちゃうんですね、うん、逃げちゃいますね、うん、その魚が深みに行ってしまうと深みの魚も驚いて釣れなくなっちゃうんで、うん、まず最初は静かに近づくのと 2,3 頭その浅場のところも狙ってみるのがいいのかなと思いますので、はい、まずその辺からやってみましょうか、はいはい、そういった魚を見つける上ではやっぱ偏光グラスとかはつけてた方がいいんですかね。 あった方がいいね。魚もよく見えるし、うん、岩とかが沈んでるのがよくわかるんで、はい、その岩とかの影に潜んでる可能性が高いので、まあ、その近くをトレースするのが、まあ、変更してるとしやすいのと、はい、あとチェイスしてる魚も見つけやすいんで、変更は必ずあった方がいいかなと思います、うん、はい、はい、じゃあ早速ちょっとやってみましょ う、はい、ちょっと、ね、打ってみて、はい、手前の浅いところから、とりあえず反応ないかな。そうですね、 2,3 投したところ反応はなさそうですね。本命ポイントに、はい、
この辺から入れて多分流れに沿って引いてしちゃっていいと思う、はい、うん、もうあの一番深みに入れるようなイメージですか、うん、こう根がかった時はこうバシバシやらない方がいいんですかね、やっぱり。まあ、できるだけ静かに取るしかないけども、うん、まあもうその際はもう近づいて取っちゃう方が早いかもしれない、はい、うんうん、絶対にここが釣れるなっていうポイントだったら慎重に外した方がいいと思う、はい、うん、向こう側のちょっと深い流れ入れた方がいいな、一番外側というか深いところですかね、そうそうそう、うん、あ、今チェイスありましたね、なんか追ってた、追ってましたね、この辺に入れてチェイスが、同じコースをあんまり通したりしない方がいいんですかね、基本的には一つのコース一投ずつで全然十分だと、ただ角度変えたりとか攻める、はい、落とすところを変えてあげると反応する魚が変わってくる可能性があるんで、うん、よっしゃそこだ、あ、来た、あー外れた、外れた、惜しいやっぱ深いところにいますね、うん、来ないかな、もう、うん、チェイスはなかったですね、ちょうど緑が出始めたけどまだちょっと寒いじゃない、かなり、はい、うん、だから多分ね浅い性にはあんまり出てないのかもしれないね、うん、やっぱちょっと深いところにいるのかもしれないんで、うん、まあ、そういうところ中心かもしれないな、うん、今日は季節が進んで暖かくなってくるとやっぱ比較的浅い方に出やすくなってくるんですか、浅いところとか瀬戸とか、うん、瀬尻にいたりとかすると思うんだけど、うん、まあ、もうちょっと攻めてみないと分かんないかな、はい、うん、白い側に入れてこうドリフト し、うん、そんなしてくるようなイメージですよね、そのちょっと白いところの脇あたり、なんかこう誘い方っていうのは結構バシバシトゥイッチした方がいいんですかね、トゥイッチはした方がいいね、うん、ただ巻きで巻いてくるっていうより もうキラッキラッキラッキラってさせ続けた方がいいと思う、うん、こうフラッシュルアーをフラッシングさせてアピールする感じですかね、うん、うん、はい、そこだね、そこの方が全然流れがゆったりしてるのと深いじゃない、であまり近づきすぎるとやっぱ手前の魚が走っちゃうんで、はい、ちょっと遠くから狙っていくって感じで、遠くから遠投して、うん、まずは手前をちょっと探ってみて、おお。ヤマメかな？ヤマメですね。いやー、東北来て初フィッシュ。めっちゃ綺麗なヤマメですね。渓流人生3回目、2回目か分かんないですけど、こんな綺麗なヤマメが釣れてくれるとは思いませんでした。嬉しい。めっちゃ綺麗。ありがとう。意外と浅いところで食ったね、そうですね、1投目やっぱこっちの深い側かなと思って入れたんですけど、うんうん、チェイスもなかったんで、うん、2投目浅い側入れたら食ってくれましたね、うん、結構背に出てるかもしれないな、うん、そしたらあの奥まだ打ってないから、そうですね、届く範囲まで近寄ってもうちょっと近づいて 奥をちょっと打ってみて、はい、来た来た、
ちょっといいサイズだね。でかいでしょ。でかい。いいサイズ。まさかのサイズ。釣れちゃいました。うん、いい顔してるよ。いいですね。うん、はい。じゃあヤマメさんに感謝を込めてリリースしたいと思います。よいしょ。いや綺麗。あそこ良さげなポイントだね。あそこは なんでこういいっていう感じなんですかね。まあ、流れ込みから結構、はい、ずっと瀬の瀬尻まで、うんうん、結構距離もあるから交わせる距離もあるし、はい、意外とああいうフラットになったところで流れてくるものを水面に流れてくるものを食べてたりするんで、はい、意外と浅場の手前にいることがあるんで、うん、むやみに近寄らないでちょっと遠くから透明の距離で1度目は、うん、せじりをちょっと打った方がいいかもしれないね、うん、そこで魚が走っちゃうと奥の魚も驚いちゃうんで、はいはいはい、じゃあこういうところは慎重に近づいていきます。はい、よし、来た。あ、来た。あ、来た。あ、バレた。そこそこいいサイズでしたね。ヤマメなんかやっぱいいサイズですね。ヤマメだね。でも左でまだ出るかもしれないですね、うん、そしたら本命の左のポイントに入れます。あ、おてる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 、あ、てるてる、来た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 、逃げた、逃げた。まあ何回か投げたらもうそのポイントってもう擦れちゃってるし、うん、魚いないと判断して次行った方がいいんで、うん、まあ、ラストキャストとしてまあ投げて終わりにしましょう。はい、一つのね流れに対してもう一投でいいと思うんですよ、うん、やっぱこう何回かこうチェイスがあったとしてもそんなにそうそうそうこう粘らずに、うん、まあ一回もうルアー見ちゃってる魚なんで、うん、釣れにくいからもう移動みたいな感じ。特にヤマメは一回チェイスして戻ってもうワンチャンスあるかどうかなんだよね。そこで粘って3投も4投もしても多分釣れない、うん、それよりも効率よくするなら次のポイントに行っちゃった方が早いと思う。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、バス釣りで僕結構おかっぱりとかもするんですけど、なんかこういうシダ系の植物というかこういう葉っぱの裏にマダニが結構ついてることが多いみたいですね。やだね。なんか最近東北マダニ多いらしいんだよね。あ、増えてるんですか、ね、うん、だから釣りから上がったらよくこの辺チェックして払わないと。そうですね、車とか持ち込んじゃうと持ち込む可能性あるから気をつけた方がいいね。危ないですね、うん、まあちょっと気をつけながらその辺も釣りしていきましょうか。はい、これはパラダイスの予感が、うん、深さはかなりあるからちょっと沈めてやった方がいいかもね、はい、着水してからあの奥の方はまずちょっと手前からだんだん打って上がっていく感じですかね、うん、あの深みはいるだろうけど砂利なんだよね手前は。あ、追ってる追ってる追ってる、追ってた。2匹ついてきました。
イワナです。やったー、イワナゲット。いや、初東北イワナというよりも人生初に近いです。缶釣りでしか釣ったことなかったんで。イワナ色が綺麗ですね。お腹のこのオレンジ色の感じとこの斑点と。やった、イワナゲット。はい、綺麗なイワナちゃん、ありがとうございました。帰れるかな。入った、ありがとう。やった、ライズしてるね。ライズしてます、うん、小さいでもライズするのは。ここ難しいね。こ左からも右からも入ってるし、うん、右の流れから餌待ってる魚って絶対いるよね。はい、いいっすか。魚ライズしてるっぽいっす。あ、これは釣れた、これは釣れたよ。あ、来た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 。小さいな、ちょっと。さっきからね、バラシが多かったんで、今日針ちょっと変えたんですよ。で、針変えて、まあ小さいけどもちゃんと針がかりして上がったって感じですね。立原さん、お待たせしました。お、ありがとう。コーヒー入りました。午前の部終わったけど、どう渓流、年は。めっちゃ楽しいっすね。まあ、やっぱザ・渓流の人みたいなこういうフリップキャストがなかなか僕バスでやんないんで、まあ、そこの慣れるのは難しいかなと思うんですけど、ちょっと練習して一人でも行きたくなっちゃうような。だよね、景色もいいし魚も綺麗だし、うんうん、魚が綺麗だし、ね、空気もいいし景色もいいし水も綺麗だし、ね、うん、全部いいんで、うん、空気もいいんで、うん、本当に釣りしてて気持ちいいよね、うん、本当なんかこう心が現れるというか、そんな感じがする、うんうん、普段の東京で仕事してる時とはこう全然違うんで、いいリフレッシュになります。オフィスに戻りたくないんだけど。ですね。帰らなくていいかな。どうしますか、今ちょうどお昼ぐらいで、うん、午後まだ渓流って何時ぐらいまでやれるんですか。いや、暗くなるぐらいまでは、うん、ただ、うん、危なくないうちに帰れれば大丈夫。うん、で午後プロチームの佐々木健太郎さんが別の河川を、あ、本当ですか、うん、他の渓流をちょっと案内してくれるっていうんで、うん、ぜひぜひ、うん、渓流に行ってまた違う、ね、シチュエーションでやってみるのも面白いかなと思って。そうですね、渓流によってやっぱ景色いろいろ違ったりしますもんね。うん、ね、うん、そこで午後は頑張りましょう。そうですね、はい、引き続き頑張りましょう。はい、そういえば立原さん、うん、今日どんなタックル持ってきたんですか。ね、これね、ちょうど数日前に発売になったばっかりで、2、3日前に、今日撮影日4月の末なんですけど、出荷始まったばっかりの、始まったばっかりですね、うん、アブの新しいコノロン、コノロンという、まあこれはベイトキャスティングモデルですね、うん、はい、505の L ですね。これ5ピースなんですよ、すごいコンパクトな、うん、持ち運び便利ですね。便利便利、うん、で非常にこのガングリップもウッド調でクラシカルで、うん、おしゃれですよね、うん、なんで今回は古いアンバサダーの 2500C を持ち出してきて、これかなり古いタイプなんでワンウェイクラッチもついてないんですよ。カタカタしてるんですけども、うん、まあ、これはこれで、まあ、効率だけじゃなくてちょっと楽しく釣りができればいいかなっていうのと、うん、まあかっこいいしね、うん、魚と一緒に写真撮ると絵になるんで、うん、かっこいいですよね、うん、この竿とリールのセットはいいなと思ってるんで、うん、かっこいい、はい、僕は今日、うん、はい、僕は1月ですね、24年1月に発売したトラウティンマーキスのアスレイという新しいシリーズですね。渓流源流用に出た新しいシリーズで、今回僕使ってるのが TMAC の462UL っていうベイトで一番短いモデルですね。にロキサーニの
BF7 ベイトフィネスのリールですね。ロープロで乗せて、まあ立原さんとは対照的な現代のタックルっていう感じでちょっと遊んでみました。このモデルはスピニングもあるのかな、モデルとして。そうです ね、うん、スピニングが5機種、ベイトが2機種のラインナップですね、アスレイは。はい、じゃあ午後も引き続きこのタックルで頑張りますか。頑張りますか。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、アクション。はい、それでは大きくポイントを移動してきました。はい、ここからはですね、ピュアフィッシングジャパンプロチームの佐々木健太郎さんに、ポイントをちょっと案内していただいて、釣っていきたいと思います。ここどんな感じのポイントなんですか。そうですね、本流からはちょっと、離れた支流というような感じになるんですけども、まあ、岩穴がメインに、釣れるような川になっていますので、頑張って釣っていきましょう。いい岩穴、岩穴釣れたらいいね。そうですね、綺麗な岩穴釣りたいですね。頑張りましょう。頑張ります。どう、なんかちょっと開けた場所来ましたね。おー、1級ポイント、1級ポイント。あそこはいるでしょう。なんかちょっとあそこ広くて深くて、いないわけない。なんかプールみたいな。そう、これもいきなり近くに寄らないで、はい、手前を一度打った方がいいね。手前のちょっと浅いところを投げて、魚がいるかどうか確認して、 その辺で、まあ、魚に気づかれないぐらいの距離感から投げて、で次奥を打つ。左から来てる流れとまっすぐな流れがあるじゃない、両方ともついてる可能性があるから、はい、一発目右投げて、次左側のちょっと岩を舐めてるところの手前ぐらいに落として、出ない？ノーチェイスですね。手前だ。来た。おお、来たー。かわいい罠が。釣れたー。おめでとうございます。1回目ね、ミスキャストしちゃって、根分かりしちゃったのを外して、もう1回投げたら、まだいてくれました。根分かりね。まあ、上手に話すと男を動かさないで魚を釣ることができるんですけど、まあ、大体根掛かりしてバシバシってやったらそのポイントは諦めた方がいいかなとは思います。おお、このポイントはあそこ狙いたいんだけど、下に倒木あるから上からダウンで投げて引いてくる方がいいかもしれないね。倒木あるじゃない、はい、倒木と横から出てる倒木あるじゃない、あの間を引いてくる、入れて、流れに逆らって引いてくる感じ。ゆっくりでいいと思うよ、ちょんちょんちょんってやれば。入った、来た、ほら来た来た、おサイズいいぞ。ほら走ってる走ってる。あ、いいサイズだよ、うん、よかったよかった。はい、いやー、綺麗な岩穴が釣れてくれました。美しいですよね。それじゃあ感謝してリリースしたいと思います。よいしょよいしょ、はい、ありがとう。あ、食ってる食ってる、追ってる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 、あー、そこにいるそこにいる。もう二度とないな、これは。
こっちに逃げたか。はい。さあ。おお。よいしょ。バイバーイ。おい。おい。元気だ。ここでしょ。ここは深いですね。はい、右側、右側からの奥。俺左の浅い方やってみる。はい。あ、食った。ほら、いった、でかい。ヒット。ダメだ。いいの釣るじゃん、いつも。今ちょっと一級ポイントだったので本当に泡の中に入れてカウント2秒ぐらいでトゥイッチ1回で下から食い上げてくるような感じで釣れてくれました。綺麗。左あまり近づくと走りそうだな。またあははははダメだ。あ、来た。おー、来た。一投で釣れた。来た。いいサイズ、いいサイズ。よいしょー。おー、来たこんな抜き上げでいいんだろうか。で今あの、倒木があってその下くぐらせようと思ったらミスキャストしてショートしたんだけど落ちパケでパクって食っちゃった感じでラッキーな魚でしたね。でもあのこの川やっぱり素直にいいところにいるって感じで、釣れた川だと人がやらないようなところを打ってってどうにか釣るっていうのが多いんだけど、この川だと本当に一番いいところにいい魚がちゃんとついてるっていう、まだ豊かな川なのかなっていう感じがしますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。着替え終わってウェーダー抜くとホッとするね。なんかすごいなんか解き放れたれだみたいな。さっぱりする感じがありますね。ヤマメとイワナ釣れたけどどうだった？あ、まあ、あのもっと難しいんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まあ、今回いい筋に入れたのか、うん、こういろんな魚に出会うことができて、ね、まあ、ちょっとバス釣りとタックルが違うんで、うん、こうキャスト難しくて、うん、慣れるのに時間はかかりましたけど、うん、こうキャストがある程度入るようになってからはこう魚も反応してくれるようにサイズいいのばっか釣ってたよね。いいサイズみんな釣ってたんで、うん、はい、ここを狙ってって教えていただいたところに投げると綺麗にキャストが入った時は、ね、やっぱりこう、ね、いい魚が反応してくれたかなっていう感じです ね、それで大体、はい、なんとなく渓流の雰囲気は分かったと思うので、うんうん、もうあの次は一人でちょっとチャレンジしてみたいなってもう今思って、ね、だからバスアングラーの人たちもね、もっともっと渓流で楽しんでみたら、ね、うん、そうですね、まあ、今回ベイトタックルだったんで、うんうん、こう普段と同じこう握ってる感じ、うん、スピニングあんま使わないんで、うん、キャストも慣れるのは早かったです ね、うん、ぜひ皆さんもあの渓流でルアーチャレンジしてみたらいかがかなと思っています、はいはい、皆さんのご参考になったら幸いだと思います。